どうやらネザライトのツールを作るには火事台というアイテムが必要らしいですね。火事台、なんだそれは。私も火事台って初めて聞くかも。木材と鉄インゴットで簡単に作れるみたいだね。基本的にダイヤツールやダイヤ防具をこれでアップグレードするらしい。なるほど。ネザライト系は特殊なんだな。あ、それが火事台ってやつ。そうだよ、かまどとか作業台みたいにシンプルな感じでしょ。っていうか何気に横にストーンカッターもある。ストーンカッターってなんだ。石とかのブロックを階段やハーフブロックに加工できるツールらしいよ。ほう、それは装飾とかに使えそうだな。よし、全部焼けたね。まずこのネザライトのかけらだっけ、これを金インゴットと合わせて。おお、ネザライトインゴットが6個もできる。改めて前回は頑張ったよなと思う。3人だったのはあると思うけど1時間で古代の残骸25個手に入ったのは、結構運が良かったと思うよね。どうしよう。とりあえずダイヤ防具1箇所作ってみる。ダイヤも割とあるしいいんじゃないか。せっかくならチェストプレート作っちゃいますか。どうせ作るんだったらね。じゃあ作っちゃいます。ダイヤのチェストプレートだ。それは貴重すぎる。そしてこいつの価値をさらに上げるために、ネザライト鉱石を1つ。そして火事台にレッツゴー。来た、ネザライトのチェストプレート。これで本当に完成です。行きます。お、できたのか。できましたよ。この黒いチェストプレートがネザライト防具なんです。どれ？あ、これか。ちょっと見た目気になるから用向きてみてよ。あ、じゃあつけてみるねー。ほい。おーおー、真っ黒なんだな。これはダイヤ防具とはまた違ったかっこよさがありますねー。これは誰が使うの？せっかく作ったけどどうせだったらエンチャントとかしたくない。確かに。修繕とかつけて永久的に使いたいよな。だからそれは一回保管ってことで。了解。第1回釣り大会。なんか唐突に始まったんだけど。オラオラ、やるぞ釣り大会。痛い、引っ掛けないでよ。霊夢も池の中に落としてやる。いやそれ私だって、何するんだよ。あれ、なんだ霊夢じゃないのそれ。お前が変なこと始めるから私もずぶ濡れになったじゃねえか。マリサは池の中がお似合いだよ。お、これは喧嘩か。あれ、ヨウムの釣り竿はエンチャントがついているな。ただの耐久力だからそんなに意味ない。どうせやるならイレブイや宝釣りが欲しいね。イレブイは釣れる確率が上がって宝釣りは希少アイテムの釣れる確率が上がるんだっけ。そうだったと思う。まったりしすぎじゃない？釣りってこういうものだから。明らかに企画としては実況に不向きだよなこれ。視聴者はもっと見応えがある企画を見たがってるよ。古代の残骸探しの次にする企画じゃないぞ。ミスった。取り逃した。ああ、もしかしたら今のがめちゃくちゃお宝だったかもしれないのに、すげえ嫌なやつじゃんお前。夜が明けたな。今のところこれといったあたりはゼロ。そうだな。あまりいいものは引いていないな。みんな普通の釣り竿で釣っているからねー。あ。あれ？これは？今のエンチャント本じゃなかったか。あ、しかも釣り竿につけられそうな本だ。え、ちょっと見せてよ。あ、いいよ。ノックバックに入れ食い、しかも両方レベル2だ。お、やったー、結構いいの引けたんじゃない？ちょっと私にも見せてくれよ。ほい、ついてるでしょ？あれ、マリサ。エンチャントボン持ってどこか行っちゃったんだけどマリサ。私のエンチャントボンなのに。無言で拠点に持って行ったけど何をやっているんだろう。よいしょっと。あれ、なんかエンチャントされてる。え、気のせいじゃないか。絶対私のエンチャントボンを合成したでしょ。使ってないけどな。急に釣り竿が光り出したぞ。これは強力と言えるのか。うわ、今度はエンチャントされている弓が釣れた。え、また釣れたの。さっきから用務の引きがいいんだよな。火炎と消滅の呪いっていうエンチャントがついてる。火炎は嬉しいエンチャントだね。消滅の呪いはいらないけど。消滅の呪いってどういうエンチャントだっけ？確かそのエンチャントを持っている状態でプレイヤーがやられると、そのアイテムが消滅する。とかじゃなかったか。じゃあ普通に使う分には問題ないのね。マリサちょっと釣れすぎじゃない？これぞイレブイパワー。やっぱりヨウムのエンチャントボン使っているじゃん。いや、使ってないぞ。ここまで来てまだごまかすのか？
ていうかいつの間にか焚き火がたくさんあるけどこれ誰が置いたの？あ、私が置いたんだぜ。雰囲気とか出るからいいよねー。しかもこれ魚とか焼けるんだよねー。釣りと相性が良すぎるでしょ。いやー、にしてもどんどん釣れるなこの釣り竿。入れ食いのパワーすごいね。ここまで差が出るのね。どうせだったら釣り企画始める前にしっかりエンチャントした方が良かったかも。この釣り企画は唐突に始まったから仕方ない。あれ、今釣り竿釣れなかった。釣り竿釣れたな。しかもエンチャント付きだぞ。釣りで釣り竿を釣るっていう謎。そんで肝心のエンチャントは何がついているの？またもやあれだな。消滅の呪いとやらがついているな。ただ、その代わりに耐久力と宝釣りがついている。まあ釣りで手に入っただけだから全然ありでしょ。じゃあお前にこれ渡しておく。あ、あざっす。あ、でもそもそもの耐久値が全然ないねこれ。かなとこで耐久値は回復できるんじゃない？あ、確かに。じゃあ回復させちゃおうかな。釣り竿って何で回復できるんだっけ？普通に釣り竿同士を合成させればいいんじゃない？お、エンチャントが2しかかからなかった。さて、宝釣りの釣り竿の力を見せてもらおうか。うお、誰が押したの？ゾンビさんです。完全な奇襲だったわね。もしかしたら私の本の呪いかもしれない。そんなわけあるか？めっちゃ跳ねた、ここの魚息がいいな。真上にピョーンと跳ねてたね。だがそのせいで私がいちいち取りに行かないといけないという始末である。っていうか釣り堀がちっちゃいんだよねー。もっと広げてもいいかもね。あれ、またなんか弓が釣れたね。え、何のエンチャントついている？耐久力3だけだったね。そんなに強くないかも。しかも当たり前のように耐久値も少ないし。っていうか肝心の宝釣り使っている私は何も釣れないじゃない。さっきから用務の式が良すぎるってのもあるぞ。なんだ、そもそものラックが違うのか。霊夢は運がマイナスから始まっている説ある。知らない間にハンデを背負っていたのか。めっちゃ魚が飛んだ。やっぱりこの池に住む魚は息がいい。お、エンチャントボン来た。なんで私のところじゃないのよ。霊夢全然引けないね。おお、この本もいろいろついているぞ。水中呼吸、防護、クイックチャージ。クイックチャージってなんだっけ？あんまり聞かないエンチャント名だよねー。よし、ウィキマリサ召喚。それって私のこと？おお、これか。釣りで手に入るエンチャントボンって優秀だけど、優秀すぎてどれに使えばいいのかわからない時ある。たくさんエンチャントの種類がついているのとかあるしね。クイックチャージはクロスボウ専用のエンチャントらしいな。あ、クロスボウのエンチャントなのねー。だから聞き慣れなかったエンチャントだったんだ。お、またエンチャントボン来たぞ。おい、だからなんでそっちばっかり釣れるんだ。私は単純に回転率がいいからそれで釣れている説ある。はい、じゃあ霊夢ジャッジお願いします。え、何がついていたの？修繕ついているじゃん、やば。あとトゲと鋭さのおまけ付きだな。でもそれだったら修繕を活かしたい気がするね。さっきのチェストプレートにつけちゃってもいいかもね。あ、なるほどな、それもありだな。全然っていうかそれよりも私がお宝釣りたい。釣りたいよ。あ、エンチャントボン釣れたよ。だからなんでヨウムに釣れるのよ。本当に宝釣りの効果発揮されてないな。ちなみにエンチャントボンはマルチショットでした。棒が釣れた。ゴミが沈んでいるぞこの池。じゃあマリサもこの池に落とさないと。お前それは遠回しに私のことをゴミだと言っているな。って言ってたらトリップワイヤーフックがまた釣れているじゃん。それもゴミの部類に入るのかな。お、エンチャントボン来たぞ。はぁ、もうなんでそっちばっかり来るのよ。しかもこれなかなかやべえエンチャントボンだぞ。え、どういうの、見せてよ。シルクタッチと修繕がついているぜ。シルクタッチと修繕、まとめてつけても全然ありのやつ。なんでこんないいエンチャントボンがこんなやつの手に。どちらが真のゴミなのかこれではっきりしたな。くっそ。さてと、釣れたエンチャントボンだったりお宝だったりをこのチェストに入れますかね。あれ、いつの間にか釣り大会が終わっている。なんで、なんで釣り大会終わったんだ。教えろ、教えてくれー。全然お宝釣れないんだよー。じゃあそろそろ拠点でも作り始めます。そうだな、そろそろ拠点でも作り始めるか。私の渾身の叫びをスルーしないで。